皆さん、こんにちは。日本共産党の街頭演説にお集まりをいただきました皆さん、また足を止めてお話をお聞きいただく皆さん、ありがとうございます。ただいまよりありがとうございます。この場所をお借りいたしまして、日本共産党街頭演説を始めさせていただきます。ご近所商店の皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが、最後までのご協力どうぞよろしくお願いいたします。私、本日司会を務めさせていただきます、司会議員の島田恵子でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。参議院選挙は2つの投票があります。京都選挙区は倉林明子とお書きください。比例代表は全国どこでも日本共産党とお書きください。日本共産党とお書きいただきましたすべての票が全部議席に結びつきます。どうか日本共産党とお広げください。どうぞよろしくお願いをいたします。それではまずはじめに、比例代表での日本共産党の躍進と京都選挙区での倉林明子必勝のために駆けつけていただきました京都法律事務所の福山和人弁護士をご紹介をいたします。皆さん、こんにちは。ご紹介いただいた弁護士の福山といいます。私、今回の選挙で日本共産党と倉林さんにどうしても勝ってほしい、こういう思いで今日応援にやってまいりました。私、普段労働事件についての相談をたくさんお聞きします。そういう中で今本当に心を痛めているのは、いわゆるブラック企業の問題です。多くの若者がすりつぶされるように使いつぶされる、こういうブラック企業がどんどん増えている、これが私の実感です。今から5年ほど前に、ワタミという大手居酒屋チェーンに勤める26歳の女性が、入社してわずか2ヶ月で飛び降り自殺をされる、こういうとても痛ましい事件が起こりました。彼女は入社してから連日朝5時まで仕事を強いられる、1ヶ月の残業時間は厚労省がこれ以上働いたら過労死するかもしれないと言って決めている月80時間を大幅に超える140時間、休日も朝7時から研修会と称して借り出される、こういう過酷な勤務の中で彼女は心を病み、自ら命を絶ちました。亡くなる前、彼女は自分の手帳に、どうか助けてください、誰か助けてください、こういうふうに書き残していたそうです。社長は彼女が死んだ後もちゃんと労務管理やってたと言って謝罪もせずに開き直りました。この人を今回の選挙の候補者に担いでいるのが安倍自民党であります。こんな自民党に私たちの暮らしと雇用を任せることができるでしょうか。それだけではありません。安倍首相は限定正社員制度と称して、仕事がなくなったという口実ですぐにクビにできる制度、わずかなお金と引き換えにクビにできる金銭解決制度、いくら働いても残業代がゼロ、こんな法案まで出そうとしています。これではクビ切り天国、過労死天国ではありませんか。こんなクビ切り天国、過労死天国への入場切符を自民党に与えるわけにはいきません。この仕事ではどの党ならできるでしょうか。派遣の拡大に一貫して賛成をしてきたのが民主党ではないですか。公明党もしかり、みんなの党も派遣の拡大に賛成であります。維新の会に至っては橋本代表が最低賃金制度の廃止、こんなおよそ政党自体がブラック化している、こういうところに任せるわけにはいきません。2000年の派遣法拡大で唯一政党として反対の論陣を張った日本共産党こそ、この課題を任せるにふさわしい政党だ、
私は思います。こういう立場から今回の選挙で今まで共産党はと思っていた方も、どうか今回だけは日本共産党と倉林さんに自分たちの暮らしを守る、雇用を守る一票を与えてください。このことを最後に強くお願いを申し上げて、私からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは連日元気いっぱい奮闘をしております倉林明子京都選挙区候補より訴えをさせていただきます。お集まりいただいた皆さん、暑い中本当にありがとうございます。またご近所の皆さん、こんにちは。日本共産党の私倉林明子でございます。定数2を争うこの京都選挙区で比例代表とともに大激戦となっております。何としても国会に皆さんの力で押し上げてください。どうぞよろしくお願いいたします。ふるさと福島県、ならぬものはならぬの会津に生まれて、京都で看護師を11年間、そして京都府会議員、京都市会議員19年間、地方政治に関わって働いてきた私、政治信条は弱い者いじめは絶対に許さないというものです。今国では次から次へと社会保障の全面攻撃、加えて消費税の増税とは本当に何事でしょうか。今度は国政でこの弱い者いじめと正面から対決して、ならぬものはならぬとどうか働かせてください。よろしくお願いをいたします。自民党が古い政治に逆戻り、暴走を始めているときに、これに代わる政治勢力、政党は一体どこにあるのか。二大政党と言われた民主党は、政権取ったら中身は自民党と何にも変わりません。この京都選挙区では票が足りないとなったら自民党に票くれ、公明党にまで票くれというとんでもない手たらくではありませんか。第三極ともてはやされたみんなの党、維新の会、ここも揃って自民党を右から引っ張る状況です。政党が今オール自民党化しているときに、これに対抗し、国民の立場から正々堂々と政策と対決軸示しているのは今日本共産党しかないではありませんか。比例代表でどうか日本共産党を広げていただいて、政治をご一緒に必ず変えようではございませんか。この京都では消費税増税中止の願い、社会保障充実の願い、託していただけるのは自民、公明、民主、この三党合意に縛られていない日本共産党の私倉林明子ならではです。原発ゼロ、憲法を守れ、 TPP 参加の交渉参加を断固阻止する、この願いもすっかりまとめてお引き受けできる京都の候補者は7人も候補者で揃いましたが、私倉林明子ただ一人です。どうか皆さんの願いを国会に届ける京都の代表として、私倉林明子、国会で働かせてください。米軍基地は京都にいらない、憲法を守れ。今この京都の良心と良識を国会に届けられるただ一人の候補者として、全力を尽くして皆さんの願いをかき集めて国会へと必ず届けてまいります。大激戦を何としても風穴を開けて国会へとどうか送ってください。全力で頑張り抜きます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に日本共産党、石田忠義書記局長をご
ご紹介をいたします。ご近所の皆さん、暑い中を日本共産党の街頭演説会にお集まりの皆さん、日本共産党書記局長の市田忠義でございます。どうかしばらくの間、日本共産党の訴えにお耳をお貸しください。どうぞよろしくお願いをいたします。参議院選挙もいよいよ投票日まであと4日になりました。政党を選んでいただく比例代表選挙でも、候補者を選んでいただく選挙区選挙でも、一票を争う大激戦であります。日本共産党の比例代表の絶対獲得議席目標は5議席であります。残念ながらまだ目標の5議席には届いていません。ただ皆さん、投票日をあと4日後に控えて、まだどの党どの候補者に入れるかを決めていないという人が、全国的にどの世論調査でも3割から4割に上っています。残り4日間の奮闘が勝敗を決めます。どうか皆さん、比例代表選挙では日本共産党と書いてご投票いただく方を、ここ京都だけではなくて全国に広げに広げ抜いていただいて、上智子、小池晃、井上聡、山下良樹、二比総平の5人のベストメンバー揃って国会で活躍ができますように、皆さんのご支持ご支援、まずはじめに心からよろしくお願いをいたします。そして皆さん、ここ京都選挙区は一票を争う大接戦、大激戦、議席を争う一番大事なところに来ました。残り4日間の猛奮闘で、皆さん、倉林明子さんを必ず京都の代表として国会にお送りください。よろしくお願いいたします。皆さん、アベノミクスのおかげで暮らしが少しでも良くなった、そんな方いらっしゃるでしょうか。給料は下がりっぱなしであります。急激な円安の下で輸入物価は相次いで値上がりです。ガソリンも灯油もパンもマヨネーズも全部皆さん値上がりしました。暮らしと経済一層大変になった、これが皆さんの率直な実感じゃないでしょうか。そもそもデフレ不況はどうしておったのか。国民の所得が1997年をピークにしてずっと下がり続けて、物が売れなくなったからであります。ところが安倍政権が掲げる三本の矢の中には、一番肝心な国民の所得を増やすという矢が一本もありません。それどころか成長戦略だといって、大企業が世界の中で一番活躍しやすい国に日本を変えよう、正社員でももっと自由に首が切れるようにしよう、ただ働き残業を法律で認めよう、4割近くになった非正規雇用労働者をもっともっと増やそう、これが安倍さんの考えている成長戦略であります。こんなことをやったらブラック企業は増えても、雇用も賃金もむちゃくちゃになってしまうのは、皆さん、日を見るよりも明らかじゃないでしょうか。じゃあどうしたらいいのか。日本共産党はちゃんと対案を持っています。賃金を引き上げるために、まともな雇用のルールを確立させようじゃありませんか。非正規雇用労働者でも正社員と同じ仕事をしてるんだったら、正社員と同じ額の給料を払え。そして残業代も食費も交通費も正社員と同じように出すのが、皆さん、当たり前じゃないでしょうか。そして何よりも、大企業の懐に溜め込まれた使い道がなくて困ってる内部留保、260兆円のごく一部でいいから、自分の会社の従業員の給料を上げるために使いなさい。そして
下請け中小企業がまともな経営がやっていけるように下請け単価を保証するために内部留保を使いなさい、そう主張しているのが日本共産党であります。先日のテレビで行われた党首討論で志位委員長が安倍首相にこの問題を迫りました。安倍さんもさすがに260兆円も内部留保が溜まっているのは溜まりすぎだと言わざるを得ませんでした。国会での日本共産党の追及に安倍さんにしたら口に出すのも嫌なはずの日本共産党の名前をわざわざ挙げた、日本共産党のご指摘もございました。経済三団体にももう少し賃金を上げてください、そう言いに行きましたと言わざるを得ないところに皆さん追い込みました。道理ある主張は必ず実ります。そして皆さん、最低賃金せめて時間給1000円にしなさい、こういう法律を国会で作ろうじゃないかと提案したのも日本共産党であります。中小企業はなかなか大変だから税制上の優遇措置を取ってでもやりなさい、アメリカのオバマ大統領ですら9000億円もお金注ぎ込んで中小企業も時間給ちゃんと引き上げるようにやってるじゃないか、こういう追及をしたら今日は大変いい話を聞かせていただきました、よく勉強させていただきます、検討いたしますと安倍首相は答えざるを得ませんでした。皆さん、参議院選挙での日本共産党の躍進でただ検討するだけではなくて国民の力で実際にこの仕事をやらせようじゃありませんか。安倍首相は来年から 8%、 再来年から 10% に消費税を引き上げる計画であります。国民の懐から新たに年間 13.5 兆円も巻き上げる、私少し調べてみましたら日本の歴史の上で 13.5 兆円もの庶民増税を押し付けるのは今度が初めてであります。暮らしも営業も大変な時にこんなことをやられたら暮らしや景気がますます悪くなるだけではありません、税収も落ち込んで日本の財政も大変になってしまうでしょう。一方で皆さん、自民党の参議院選挙の公約には大胆な大企業減税やります、そう書いてあります。皆さん、内部留保が260兆円もたまって使い道に困っている大企業には大胆な減税を約束しながら、日々の暮らしに困っている庶民には 13.5 兆円もの増税をかぶせる、皆さん、税金を取る相手が間違ってるんじゃないでしょうか。増税するならまず何よりも富裕層と大企業に負担能力に応じてちゃんと皆さん応分の負担をやってもらおうじゃありませんか。消費税の増税をいつから始めるか、これを決めるのは今年の秋であります。どうか皆さん、これだけ暮らしと営業が大変な時にこれ以上の消費税の増税はごめんだ、そう願っておられる方は一貫して消費税の増税に反対をしてきた日本共産党と倉林明子さんにその願いを託してください。ご一緒に消費税の増税何としてもストップに追い込もうじゃありませんか。原発の再稼働や原発の輸出はごめんだ、どの世論調査を見ましても過半数の国民の皆さんがそう願っておられます。ところが安倍政権は福島原発事故によっていまだに15万人もの人々がふるさとに帰れない、そういう苦悩を尻目にしながらシャネムに再稼働だ原発の輸出だ、暴走に暴走を重ねています。福島原発事故はいまだに収束はしていません。そもそも原因すら分かっていません。あの事故が津波によるものか
地震によるものかも分かっていません。今でも毎日400トンずつ放射能汚染水が増えて、管理の仕方もはっきりしていません。見通しも全く立っていません。今動いている原発は日本中で、お隣の福井県の大井原発3号機と4号機だけであります。暑かった去年の夏も、国民の節電の努力で原発なしでも電力は十分足りている、このことが皆さん明らかになったじゃありませんか。私が言ってるんではありません。関西電力がちゃんとそういう調査結果を発表しました。だったら皆さん、今動いている唯一の原発である大井を止めて、今止まっている他の原発全ての再稼働をやめて廃炉に持っていく、そして自然エネルギー、再生可能エネルギーの普及に全力を挙げる、これこそが皆さん最も現実的で、今政治に求められている一番大事な決断じゃないでしょうか。原発の再稼働ごめんだ、輸出なんてごめんだ、子供や孫たちに放射能汚染の被害を被らせたくない、そう願っていらっしゃる方は誰に遠慮気兼ねすることもなく、堂々と電力会社や政府に物が言うことができる原発マネーとは一切無縁な日本共産党と倉林明子さんにその願いを託してください。よろしくお願いをいたします。安倍首相は憲法9条を変えて国防軍を作って、海外で日本が再び戦争ができるようにしよう、これ正面から打ち出すと抵抗が強いというので、しばらく封印をしてました。ところが3日前のあるテレビ局の討論会で、選挙の支持率がどうも高いようだ、選挙が終わったら9条改定に直ちに手をつける、本性をむき出しにしました。そしてそのためにまず憲法96条を変えて、一般の法律並みに憲法を変えやすいようにしよう、そう考えています。もともと皆さん、憲法というのは国民にとって極めて大切な基本的人権などが、時の権力者の都合によって勝手に変えることができないように、主権者である国民の側が権力者を縛る、ここに憲法の本質的役割があります。ですから皆さん、日本で憲法を変えるためには衆参両院のそれぞれの3分の2以上の議員の賛成がなければ改憲の発議はできない、高いハードルが課せられています。皆さん、実は安倍さんは憲法9条を変えることを正面に出したかったんですが、そんなことをしたら抵抗が強いというので、96条だったら国民を騙せるだろう、そう考えていました。こういうのを世間では浅知恵と言います。96条を全面出したら今どういう事態が起こっているか、改憲論者で有名な慶応大学の小林哲教授、この人は自民党の憲法学習会の常連講師を務めていた人であります。その人が毎日新聞の夕刊でこう語りました。憲法は権力を縛るもの、縛られた当事者がやりたいことができないからといって改正のルールの緩和を言い出すのはまるで裏口入学のようなもんだ、喝配いたしました。皆さん、今こそ憲法の個々の条文の評価の違いを超えて、憲法を憲法でなくしてしまうような96条改定反対の一点で力を合わせて何としても阻止して、憲法9条をご一緒に守り抜こうじゃありませんか。日本はアジアで2000万人、310万人の日本国民を犠牲にしたあの侵略戦争の痛苦の教訓の上に立って、二度と戦争はしない、軍隊は持たない、そう定めた憲法を掲げて国際社会への仲間入りをいたしました。この憲法のおかげで日本は戦後68年間戦争による犠牲者を一人も出さないという
世界でも稀な名誉ある地位を築いてきました。中国や韓国との関係も北東アジアの平和と安定も皆さん憲法を生かし9条に基づく平和の外交を貫いてこそ達成されるんじゃないでしょうか。紛争は避けられません。しかし皆さん、紛争を絶対に戦争に発展させてはなりません。実は日本共産党の誕生日はおととい7月15日でした。9条を守り生かして平和な日本を、平和な世界を、そう願っておられる方は党創立以来91年間命がけで反戦平和主権在民の旗を掲げ続けた日本共産党と倉林明子さんにその願いをどうか託してください。よろしくお願いをいたします。最後に皆さん、民主党の海江田代表は今度の参議院選挙に入ってから急に変な演説を始めました。東京でもこんな演説してました。自民党政治に対抗できる唯一の受け皿は民主党である。ちょっと待ってほしいと思うんです。今選挙の大争点になっている消費税の増税は誰が手をつけたのか。 TPP 交渉への参加も原発の再稼働も輸出も沖縄の辺野古に新基地を建設する問題も元をたどったら全部皆さん民主党が政権を取っていた時代に手をつけたものばかりじゃありませんか。何が対抗勢力を受けたのか。そして皆さん、第三極などといってマスメディアに持ち上げられていた日本維新の会やみんなの党どうでしょう。日本維新の会の結党大会は今年の3月末大阪で行われました。挨拶に立った橋本徹共同代表はわずか15分の挨拶の中で、私実際に数えてみたら14回も安倍さんの名前を挙げて安倍政権輝いてきましたね、絶賛しました。何を絶賛したか。 TPP 交渉への参加、沖縄の辺野古に新しい基地を建設する、何よりも憲法9条改悪、この決断をしたのは素晴らしいですね、天まで持ち上げました。それだけではありません。橋本徹共同代表は日本軍にとって慰安婦は必要だった、そう言い放った上、余すさえ沖縄の米軍にもっと風俗の活用、海春の勧めまで行ったのであります。皆さん、こんな人物を代表に仰ぐような政党には政治に関与する資格そのものが問われてるんじゃないでしょうか。みんなの党の渡辺代表は党首討論会でこう言いました。もうみんなの党は第三極ではありません。 1.5 極です。自民党の補完勢力であることを自ら認めました。今年の梅雨は皆さん例年よりも早く明けました。まるで霧が晴れたように邪魔者がいなくなって見えやすくなってきました。自共対決こそが本当の政治対決の構図だということが皆さん非常に分かりやすくなってきたのが今度の参議院選挙じゃないでしょうか。週刊ポストがなかなか面白いことを書いてくれました。共産党が多少議席を増やしても政治は変わらないと考えるのは大きな間違いだ。共産党の10議席は民主党や第三極など政権党と戦わない野党の数十議席とは破壊力が違うからである、そう書きました。皆さん、日本共産党が伸びれば政治は変わります。いや、ご一緒に力を合わせて今度こそ政治を変えようじゃありませんか。そのためにも残る4日間どうか日本共産党への支持の輪を広げに広げ抜いていただいて、大接戦繰り広げているこの京都選挙区、倉林明子さんへの支持を広げに広げ抜いていただいて、残る4日間の猛奮闘で皆さん勝利の可能性条件を現実のものにするためにお互いに力を合わせて頑張ろうじゃありませんか。そして
有権者の皆さん、どうか支援は広げに広げ抜いていただきますように心からお願い申し上げまして、私の訴えとさせていただきます。暑い中を長時間どうもありがとうございました。大変暑い中を足を止めてお話をお聞きいただきました。皆さん、お集まりをいただきました皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ご近所商店の皆さん、長らくのご協力誠にありがとうございました。参議院選挙も残すところあと4日、比例代表は日本共産党、京都選挙区は倉林明子へご投票をいただきますよう重ねてお願いを申し上げ、日本共産党街頭演説を終わらせていただきます。ありがとうございました。お集まりいただきました。